心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今日は島根県定心寺住職木村法典さんの縁起している世界というお話です。以前こんな話を聞きました。かつて WHO 世界保健機構がアフリカにあった人口数十人の小さな村を調査した時の話です。当時村では10人子供が生まれても9人は疫病にかかり、大人になる前に亡くなっていました。早速 WHO が援助し、さまざまな対策を施し、10人中9人の子供は大人になるまで生きられるようになりました。村人たちも喜び、WHO の職員たちも安堵して帰国したそうです。それから10年、WHO が再びその村を調査したところ、村はもう存在しませんでした。原因は、多くの子供たちが大人になるまで生きられるようになったため、人口が増加し、食料不足に陥ったからです。村人たちは新しい土地を探し、先祖代々住み続けてきたその村を出て行きました。WHO は村人の幸せを願って行ったことが、逆に不幸な結果を招いたのではないかと考え込んだそうです。この村の出来事から、私は縁起について思いを巡らせました。縁起とは、縁起が良い悪いの縁起です。お釈迦様は、この世は縁起している世界とお示しです。それは、この世で起きることは、原因と条件、因と縁とが関わり合い、その結果起きた出来事です。そしてその出来事とは、また別の縁が関わり合って、次の出来事を引き起こすという教えです。人間の知恵や考えも及ばない、目には見えないところで、様々な原因と縁が、縄を寄るように関わり合いながら、次々と様相を変えていく。そのように、常に縁起している世界に、私たちが生きていることを、アフリカの村の話は思い起こさせてくれました。島根県定心寺住職、木村法典さんの縁起している世界でした。続いてお知らせです。この番組のご意見、ご感想を郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原 1-1-22-402曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子、今日の心、私の心、法話集を差し上げます。次回は、鳥取県雲昌寺住職北山五月さんの優しい気持ちでというお話です。この番組は曹洞宗中国管区教化センターがお送りしました。